本日のセミファイナル、はじめにコマンド・ボリソリ選手の入場です。続きまして、中島愛沙選手の入場です。本日のセミファイナル、スペシャルシングルマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー、110パウンド、コマンド・ボリソリ。赤コーナー、JWP にて無差別級チャンピオン、130パウンド、中島愛沙。
選手の前に上げてください。選手の前に広く上げてください。5分経過。
経過、10分経過。Thank you.
経過、15分経過。20分経過。
か逃げろ。
残り3分、残り試合時間3分。
わがまま娘のアリサ、本当にいつも私を悩ませてくれて、お前には随分成長させてもらったよ。悔しいけど、アリサが辞めた JWP は寂しくなる。でも私たちは立ち止まるわけにいかないんだよ。25周年、そしてさらにその上を、胸を張って女子プロレスナンバーワンの団体と言われるように、女子プロレスを背負っていくのはお前じゃない、 JWP だよ。一つ、私はアリサさんの戦いが本当に好きだった。ありがとう。アリサでやれるのは寂しい。本当に本当に私がプロレスに関わってきた7年間、約8年間、本当に今の私があるのは JWP があったから、ボリショイさんがいてくれたからです。本当にありがとうございました。でもこの借りは絶対返してもらうからな。今のところはな、まだ貸しといてやるよ。そして28日、 JWP の無差別のベルトは私が巻いたままこのリングを去りたいと思います。ありがとうございました。皆さん見ての通り、わがままな娘が、飛び立つそうですが、 JWP はこれからもさらに高みを目指して頑張っていきます。道はそれぞれ、分かれていきますが、皆さんこれからも応援の方よろしくお願いします。